ある、じいさんに先行を、は、会話来小説に収録されている、東野敬語の短編小説。書出は、小説新調1994年10月号。同小説を元にした舞台が2012年4月に、初上演され、以降も再演が続いている。新島先生に、突然日記をつけてくれと頼まれたじいさん。何かと思いながらもつけ続けると、今度は、 若返りの実験に協力してくれという。実験は成功し、暗い、若い頃を取り戻すように楽しむ、じいさん。しかし幸せな時は長く続かず。2011年4月8日から17日まで、三越劇場にて上演が予定されていたが、東日本大震災の影響で、上演中止となった。元支部が期待、深川敏和と息子の深川俊太の親子初共演が 予定されていた。2012年4月20日から4月28日にかけて、三越劇場と中日劇場で上演された。2013年11月3日から12月8日にかけて、ある、G3 に先行を若返ったら、あなたはもう一度恋をしてみますかのタイトルで再演された。2012年に、ドラマジョーカー東野敬語ドラマシリーズ笑い第二、笑いとして、 ジェイコムオンデマンドやビデオパスで配信された。ありがとうございます。